東アジアで初めてサル痘の事例が確認されました。欧州疾病対策センターが5月31日に こんにちは、ステラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星吉孝と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ステラチャンネルでは曜日ごとにテーマを設定して動画をお届けしています。ですが今サル痘という感染症が欧米を中心に非流行国で発生しているということを受けまして、こちら獣医学の話題でもありますので連日お届けしています。前回は民間組織英国オックスフォード大学の研究者などが作りますグローバルヘルスという、そこが公開しています世界から情報をまとめたサル痘の症例情報、こちらに基づきまして現在世界で確認されたサル痘の事例というのが600例を超えたという、そういうことを動画でお伝えしました。こちらの動画で一つ訂正がございます。その動画で38の国と地域から報告がされているとご説明しておりましたけれども、正しくは35の国と地域でしたのでお詫びして訂正いたします。失礼いたしました。こちらの動画を踏まえまして、今回はですね、初めて東アジアでサル痘の事例が報告されたということがありまして、そちらを中心に最新情報をお伝えいたします。コンパクトにお伝えいたします。ぜひ最後までご覧いただければと思います。東アジアで初めてサル痘の事例が確認されました。欧州疾病対策センターが5月31日に世界で報告されたサル痘の事例について報告しています。こちらの中で東アジアの一国としてタイからサル痘の事例が確認されたと、そういうことが説明されていました。これまでにアジアの中では西アジアのオマーンで報告されています。またイランとパキスタンでは疑い事例が確認されていました。ですのでこちらアジア全体で見ますとオマーン、そしてタイということ。一方で東アジア、タイはですね、日本により近くなります。この東南アジアの一国で確認されたということで、より日本にとって非常に身近な国の一つで確認されたということの意味は大きいのかなというふうには思います。こちら欧州疾病対策センターの報告によりますと、2022年5月31日の時点で世界で557の事例が確認されたということです。またこのうち欧州経済領域、EU を含む地域においては321の事例が確認されたということです。5月25日から5月31日の1週間で欧州経済領域において202の事例が確認されまして、欧州経済領域以外では136の事例が確認されたということです。ですので、現在やはり欧州を中心にこのサル痘の事例というのの報告が続いているということが言えるかと思います。地図で見ますと、このようになっておりまして、世界で見ますとやはり確認事例欧州でより多くの事例が確認されているということが分かりまして、で一方で先ほど申し上げました通りオマーンとタイで報告されているということになっています。こちらタイの報道機関の情報によりますと、タイでの確認事例については欧州からオーストラリアの渡航者がですね、タイでトランジットのために滞在している時にサル痘の感染が確認されたということです。で現在同乗している人たちの確認も行われているということです。このステラチャンネルで継続的にご紹介しております英国オックスフォード大学などの研究者が作りますグローバルヘルスの情報、こちらの公開情報も引き続き更新が続いておりまして、さらに感染者報告増えております。でこれまで確認事例の数につきましては合計で678になっておりまして、疑い事例については106になっています。で合計しまして784と、やはり増加傾向にあります。
こちらマップで見ますと、世界的に広がっていることが見て取れます。疑い事例についても広がりを見せています。このグローバルヘルスについてはまだタイの報告について確認事例まだカウントされていないようです。以前の動画でご紹介しました通り、このグローバルヘルスについて以前タイで3人の疑い事例が否定されたということをご紹介しました。その時には3人については帯状疱疹であるということが判明したんですけれども、今回タイでトランジットとして滞在した人でサル痘が判明したわけですけれども、この方は以前3人で疑い事例として報告された人たちとは別になります。またこれとは別に5月31日には米国 CNN の報道で WHO への取材で世界で550例の確認事例が30カ国から報告されたということが報じられていました。これは欧州疾病対策センターの発表とも近いものでして、公的にはおよそ550ぐらいの確認事例が今のところカウントされているということかと思います。加えてこの民間組織の公開情報によりますと、まあこれよりもさらに感染の確認が進んでいるということが推定されるという状況になっております。改めて、まあ、この経緯を振り返ってみますと、動画でもご紹介しておりますけれども、1958年にこのサル痘というのは最初に報告されています。もともとはデンマークのコペンハーゲンの研究所で実験用のカニクイザルで見つかったというのがこのサル痘の始まりになります。1970年に初めてアフリカのコンゴの方で人への感染というのが報告されまして、まあ、それ以降この1970年代に人でのサル痘の感染者というのがアフリカで広がっていました。で、それでアフリカでの発生は1978年にナイジェリアにおいては一旦ストップしまして、感染者が報告されておらず、そのアフリカで散発するような状況になっていましたけれども、1996年と97年にコンゴ民主共和国、当時ザイールといった場所でこのサル痘の流行がありまして、このコンゴ民主共和国においてはそれ以降サル痘の発生が継続的に続いて、まあ、10年スパンで1万人ぐらいが報告されている状況が続いていました。まあ、それに対して2017年に39年ぶりにナイジェリアでサル痘の感染者が発生するということになりまして、まあ、以降ナイジェリアでも流行が続いているということになっておりました。天然痘のワクチンがもともとはこのサル痘にも効果を持っていたということがありましたけれども、この天然痘のワクチンが1980年の天然痘世界根絶宣言以降使われなくなったということがありまして、天然痘に対するワクチンがないということで免疫も低下していたということがありまして、こちらによってサル痘の感染が起こりやすいという状況もあったということが考えられています。で、またその経済的な状況もあって、ブッシュミートと呼ばれるこの森林で生息している月歯類などを食べるという習慣が若い人に広がっているということがあったようでして、今後民主共和国においてはサル痘の感染者のほとんどが15歳未満というふうに報告されているということもありまして、若い世代で特にブッシュミートを食べるという習慣が広がっていまして、月歯類がですね、実はサル痘を、そのウイルスを持っているということがこれまで報告されていましたので、そういうこともあってですね、サル痘の感染がアフリカで広がったということがあるというふうに考えられています。またそのアフリカにおいて医療機関の整備が進んでいないということもありまして、このポックスウイルス、サル痘を引き起こすポックスウイルスというのは乾燥に強いというのがありまして、このサル痘に感染した人の体液が寝具などについていますと、それが長い時間とどまるということが分かっています。まあ、そこから感染するといったことがあるというふうにも考えられています。まあ、今回欧州にどのように広がったかというのはまだよく分かっていませんけれども、5月7日に英国でナイジェリアの渡航者で感染が確認されたというのを契機に、欧米で次々と報告されているということがありました。またスペインとベルギーで男性同性愛の方のパーティーがあったそうでして、まあ、それが一つのきっかけになったとも言われています。まあ、ですが、
今申し上げた通り、15歳未満でコンゴ民主共和国においては発生するであるとか、ナイジェリアにおいても女性で多く発生しているということもありますので、幅広い層でこのサル痘というのは広がるというふうに考えるのが妥当だというふうに考えられています。今回の動画3点でまとめますと、タイにおいて初めてサル痘の感染確認があったということです。こちら東アジアで初めてとなりました。欧州疾病対策センターの報告によりますと、557の確認事例が世界で報告されているということです。民間組織グローバルヘルスの公開情報によりますと、678の症例がすでに報告されているということです。こちらの画面しばらくお示しいたしますので、よろしければスクショなどしていただければと思います。今回ご紹介した文献情報は説明欄にございます。ご関心ございましたらご覧いただければと思います。というわけで今回はタイにおいて東アジアで初めてサル痘の感染事例が報告されたということと合わせて最新情報をお伝えいたしました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また皆様の声が参考になりますので、高評価、低評価、いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけますと幸いです。こんな動画をやってほしいといったコメントもお気軽に残していただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。